は今年の夏で65、顔のシワは増えてゆくばかり。仕事に追われこの頃やっとゆとりができた。父の湯飲みジャーには欠けている。それにお茶を入れて飲んでいる。湯飲みに映る自分の顔をじっと見ている。今年9月で64、子供だけのために年取った。母の細い手漬物石を持ち上げている。を見てると生が誰のためにあるのかわからない。子供を育て家族のために年老いた母。人生が二度あればこの人がこたつでお茶を飲み、若い頃のことを話し合う。思い出してる夢見るように夢見るように、もう人生が二度あればこの人生が